シャッスなんかです。今回はやっとこさ来ました、新武器の紹介でございます。ちょっと声を大きめになっているのはちょっとテンションが上がっておるからですね。はい、今回ゲットするのは AK です。はい、 AK47 ですね、カラシニコフですね。はい、まあヘビーアサルトライフルと呼ばれてますけれどもね、どんな感じか撃っていきたいと思います。どんなもんだろう、ちょっと待って、上に向かって撃っていいかな、もうほんと怖いから。あ、すげえ、待って、やばい、フルオートだ。え、待って、え、バース、あ、フルオートなんだねこれ、普通に。マジか、やばいね。さっきまでね、やべ、呼び寄せたかあいつを。強い、待って待って待って、これはやばいな。あいつを持ってるぞ。よし、いいっすね、はあ、すげえ幸せな気持ちだわ今これね。威力の方が、48だと思うんだよね。インベントリーで見てみましょう。これ48、一発48、やばくない、バーヤーやバイクない、やばいよね、めちゃめちゃだから強いんですよ。てかこれプレイグラウンドでね、僕ねちょっと探してて、なんでこんな出てこないんだろうって思ってたんですけど、あれだったね、プレイグラウンドで探しちゃダメだったんだね。うん、プレイグラウンドで探してる方はね、やめといた方がいいですよ。今回はいつもやっぱみんなプレイグラウンドでとりあえず探してっていう流れだと思うんですけど、今回ばっかりはちょっとお話が変わりまして、やばい、やだ、死にたくないよ、やだ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 、ちょっと待て、マジで待て、ここら辺でもう良きか、ちょ待てよ、あ、いける、あぶな、ほうほうですよ、ほんとせい、ほうだよ、ほんと、え、最悪な声が聞こえた。待って、ああ、いやなんだよマジ、これがやりたくなかったから、わざわざ、ちょっと待って、よっしゃ、もうあいつやべえ、激動だよ多分。これはやばいですね。おっし、これスカーより多分 DPS 高いんじゃないの、ワンチャン。いつもガバガバで身を守る七日さんだけど、これどうなんだろう、 DPS は180か、あって考えると一発の火力がバカ高いっていうのはあるんだけど、まあなんだろうな、そのレートゴリ押しではない感じでも、一発のなんだろう威力がでかすぎるので、普通に戦うんだったらかなりあれですね。どうしよう、え、でも絶対2つ持ってた方がいいもんな、さっきみたいな状況だ。いやー、25発か、なるほど。で今回紫色はね、多分これ46とかじゃないかな、多分2刻みぐらいだと思う、あ、444648ぐらいな、多分そういうレアリティだと思いますね。はい、そんな感じでございます。はあ、やばいな、3発で死ぬ、大体もうめっちゃ回復よし、押し押しでいこう。木のまああれもまあそこそこだし、よし、いやーでも皆さんあれですね、ついにこのね新武器が来て、フルオートだったのはマジこれね、いい、個人的にねスカーもいいんだけど、ちょっとこっち側にシフトしていくかもしれないですね、僕のね趣向は。今まで一番好きな武器はアサルトライフル のレジェンダリーだったんですけど、うーん、今回からはちょっと変わってきますよ勝手が。いやこれはいい、ちょっと、まあ多分2分でしょ、2分だったらいける、よしよし、すごくいいですね今回の、めっちゃスカよりなんだろう、まあ、フォルムは好きだな、だから多分ね、ここね、あ、これいい、めっちゃ音がいい、武器チェーンの
これめっちゃいいね。あ、音めっちゃいい。この武器チェンの音がやばい、かっこよい。あ、これいい。あ、これめっちゃいいな。たまらんか、あいつリロードしてわざわざあっち突っ込んでいく気にもならんな、私は。とりあえずここら辺で包帯系をゲットしてできたらいいかなって思ってるんですけどね。あそこ包帯があるんで、ちょうど。とりあえずどうでもいい方を先に放出して、オッケーオッケー。なんかあっちね、もつれ合ってるね、だいぶ。しかもお客さんまでいるらしい。状況がよろしくないな。あそこにはかからん方がいいな。ヘビ砂とショットガンとヘビショットって感じだから、あんまりあそこでもたもたしてると焼かれちゃいますね。多分あの人たち焼かれるんじゃないかな。そんな感じの、なんか沼っぽかったから、沼さ加減がありましたよ。うん、あると思う。これも先アンチの方に行っちゃって、そっからの方がいい気がするな。オッケー。これ怖いな、この人。この人のなんか、まだ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 、あ、くそ。おだまりー。これ一発重たすぎるんよな、これ。とりあえず焼かれたくない、絶対焼かれたくない。よしよしよし。なんでここに出てくるんだろうな、敵が。うわ、やば。ん、こいつあれか。すげえな、人が。うわ、いった。これやばい。これやばいな。問いすぎ定期ですよ、これ。ここにどんだけ人いんの、やばいな。待ってよ、これ。多分逃げれる、逃げる。一発当てたから、まあまあ。
しみの好きやな。そう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 。なんなんそれ。多分いける。多分激ロ。オッケーナイス。よっしゃー。おっしゃ取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー来たー、よっしゃー